炊飯器で作るタコライス。コーヒーと笑い届けるOOTV。ただしこの仕事ハローワークには載っていない。タコをぶつ切りにし、クッキングプレートに乗せる。トマト2つを切り、クッキングプレートに乗せます。唐辛子、ニンニクを切って、さらにクッキングプレートに乗せ、炊飯器スイッチオン。そしてご飯と一緒に盛り付ければ完成だ。ではこのね、時期タコはね、タウリンがあってね、こう元気。さらにこのトマト、ね、相乗効果でこうタコの旨味と合わさって美味しい。それでは、また会いましょう。ダンクシュー。